熟女に役立つ情報を毎回ゲストを迎えておしゃべりする熟女のための番組、熟女 YouTuber 村田優子の優子の部屋44回目。ここからはゲストのコーナーになります。熟女の皆さんが元気になれるヒントを聞いていきたいと思います。今回のゲストはシステム経営コンサルタントの及川正明さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、及川さんもね、以前ラジオもやってらっしゃから、もうおしゃべり慣れてらっしゃると。ありがとうございます。思うんで、はい、今ずっと昔にね、ユーストリームの方にも出ていただきましたが、はい、まあ、あれから1年半、そうですね、だいぶ前ですよね。ですよね、うんうんうん、自分変わりましたよね。ありがとうございます。素晴らしい。あの時はまだ確か会社員かなんかだったと思うんですけど、はい、今ご自分で会社を起こされて。そうですね、合同会社ミリオンズ。はい、そうです。あ、これどんなことやってる会社なんですか。はい、あの合同会社ミリオンズは、うん、主に今は投資の学校だったりとかですね、あとは、自動売買システムの開発とか、そういうところで作った会社ではあるんですけども、最近は宣伝してないんですけども、なぜかその経営の相談とか、経営といってもこう大規模な大企業でなくて、中小企業さんとか、個人で事業されてる方の相談がここ結構来るので、そういった方にコンサルティングをさせていただいております。はい、でも重要ですよね、はい、このコンサルティングっていうのはさ、やっぱりなんか中小企業とか、私なんかみたいな個人経営者からすると、はい、そういうのにお願いするっていうのはすごい大それたイメージになるじゃないですか。はい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 。だけど、まあ、及川さんみたいな身近な方から話を聞ける。でもこれみんな及川さんが経験されて、はい、これでよしってされたことがメインなんですよね。そうですね、やっぱ自分の中で試行錯誤して、こうしてああしてっていう、ちなみに現在いくらだった収入がいくらになったとか言ってもいいですか。じゃあ、例えばですけど、ズバッて言うとちょっとね、なんかってなる人もいると思うんで、とりあえず人並みの、沖縄県の平均年収ぐらいの 給料というか、だいたいお給料ぐらいから、今はなんですか、月収でいうところの3桁台とかは行ったりしてますけどね。月収がね、はい、これ税金大変だね。いや、多分その辺も対策してるんで。その辺も踏まえてますんで大丈夫です。そうかそうか。じゃあやっぱいろんなことを相談に行くと、あのいろんな自分の経営の、はい、税金対策であったりとか、そういうことも教えてくれる。ああ、そうです。税理士ではないので、明確にっていうことではないんですけど、ただ僕が今どういうことをやってるよっていうことは、はい、お伝えしているところではありますね。楽しいね、はい、でも多分ですよ、いきなりスイッチが入っていきなりこうなったわけじゃないと思うんですけど、そうですね、きっかけ何だったんですか。ああ、そうですね、投資の学校に関しては正直なところ、僕自身が一投資家で、正直その投資の世界って僕12、13年今やってますけど、初めの8年間損ばっかりで、もう正直やらない方がいいよっていう感じですよね、8年ずっと損してたら、だけど、それでも利益が継続的に出せるようになったので、僕みたいに難儀な8年を過ごす人を一人でも減らそうというところで始めたのが投資の学校だったんですけど、それが僕年間1人2人ぐらい来ればいいなと思ったのに、気がついたら1年ちょっとで200名ぐらい、そんなに、来て、でその200名来る中で、僕はその前に、投資の前には、ちょっと個人事業さん相手のコンサルもやってたので、その今までの経験と知識と、あと実際学校の運営のノウハウとか、全てなんか体系化ができたので、これをちょっと実際そのやってみて結果がすごく出たので、その結果をちょっとお伝えしてるようなところですかね。難しい捉え方をすれば難しくなっちゃうけど、この FX っていうか投資に関してはいろんなのがあると思うんですけど、多分ね、みんなやったら儲かるって思ってるんですよ。なるほどな。でもこう、なんていうのかな、ギャンブルみたいな感覚で捉えてる方もいらっしゃるから、やったら儲かるんでしょう、でも何億損したってよみたいな話を聞いちゃうとやっぱりやめようかみたいな世界じゃないですか。でもそこでこう勝ったり負けたりしながら8年も続けた理由は何なんですか。多分ですね、僕が沖縄に生まれて、育ってなかったら、多分やってなかったでしょうね8年は。
あ、そうなんだ、うん、じゃあなぜかというと、うん、沖縄県と本土ではまず年収っていうか平均年収全く違いますよね、うん、違いますね。そうそうそう、うん、だから普通に働いてるだけではとてもじゃないですけど、うん、まあ、ゆとりのある生活ってなかなか難しいと思うんですよ、沖縄では、うんうん、東京だったら時給1000円のアルバイト、沖縄では600何十円ですから。そうなんですよね、うん、うんうんうん、そうそう、あ、そっかそっか。でも投資であれば、うん、沖縄だろうが東京だろうが、うん、海外だろうが関係がないので、あ、同じ。そうそう、それでちょっとしつこくやってたところもありますね。まあ、蛇年なんでしつこいんですよ。蛇年なんだ。僕は蛇年です。私と一回りも違うんですね。いやいやいや、そうか。でもあのすごいなと思います。普通あのできないで、うん、あの多分ね、私ね、長く続ける人はすごい儲かった経験がある人だと思うんですよ。だからパチンコとか競馬とかそういうのもそうだと思うんですけど、行っていい思いをしちゃった人ってやめれなくなっていって、どこでストップかけるかみたいなので気がついたら依存症みたいになってるじゃないですか。でもあの捉え方によってはその投資も同じような博打みたいな、大きくかけてとかっていう、宝くじもそうだと思うんですけど、そういうところがあって、うん、8年やってきて、うん、でもそこで違うっていう儲けが出る方法っていうのに気がついちゃうところっていうのもすごいと思うんですよ、うんうん、あの運みたいな捉え方じゃなくて、まあ、ねえ、だからまあそれがこうレートの読み方だったりとかそういうのをこう熟知されてったっていうのがあると思うんですけど、うんうん、でも これで聞いたら8年損してきた分を学校に入れば損しないってことですよね。あ、まあ極まあ、損しないはちょっと言い過ぎですけど、僕が考える投資っていうのは、うん、損と、うん、得、まあ、得というか利益を、うん、まあ、繰り返しながら最終的に資産が増えていくっていうのが投資のあるべき姿だと思っていて、だから僕の学校に入ったら1日100万儲かりますよっていうスタイルではないです。あ、そうですけどね。そうそう、でもそうそうそう、自己流でやっとくよりも100万円の道は近くなるってことです。そうですね、あのやっぱ何でもそうかもしれないですけど、うん、続ければいつか上手くなるじゃないですか、うん、まあそりゃそうですけど、そうそうそう、でもみんなその8年も続けきる前にそう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 やめようみたいな、そう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 それが普通だと思うんですよ。そう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 ですよ。だから僕の、まあ、不思議なもんで、うん、僕8年損してきて、うん、まあ、そっからずっと利益出てますけど、うん、うちの生徒は卒業して8割の生徒が大体利益で卒業するんですよ、うん、それすごいですよね。でも悔しいですよ、僕8年間損してますからね。まあそれはそうですでも生徒の方が上手なんですよ。私もねちょっとだけ FX を勉強したので、うん、見方は分かるんですけど、うん、あのこういうなんか棒のでも、なんだろう、 やりながらさ、自分もあのシミュレーションみたいな、うんうんうん、テストみたいなの練習とか何回もやってたんですけど、本当にさ博打みたいな。あ、そうですね、短期で考えるとそうなっちゃうんだよね。長く考えないでね。そうですね、そうそう、そうか。じゃあそういう学校の経営を今されてると、はい、学院長みたいな、学院長で、はい、させていただいてます。すごい、はい、じゃあこれはだいたい何ヶ月周期の学校でどのくらいの期間でとかって、うんうん、ああ、はいはい、うん、そうですね、まずあの説明会っていうのをちょっとやって、うんうん、でそれからだいたい 2,3 時間の、まあ、セミナーなんですけど、うん、それでも納得していただいた方に関しては、うん、まあ、だいたいもう本当に短期集中でスパルタだったら1日2日ですけど、え、はい、本当に、本当に短期集中スパルタの場合はそれぐらいです。へー、だから10年やっても、うん、何十年やっても必要なことってこんだけしかないんですよ、うん、そういうことなのね、はい、ぶっちゃけた話。ただ、うん、逆に言えばそれ以上の知識を入れてしまうとかえって損しやすくなると僕は思っていて、うん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 、だそれができないのにどうやって、じゃ10もできない人がなんで100やるのっていうのが僕の持論なので。でもそれ言えてるよね、うん、そうか。でも10もできてないことに気がつかない人も多いと思うんですよ、うん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 、じゃあそういうのもこう学校に行くと教えてくれる。そうです、そうです、まあ、ゆっくりゆっくりコースで大体半年ぐらいですけどね、うん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 、やっぱあの知識は100入れても経験がついてこないんで、まあ、まあね、うん、まあね、うんうん、そうだよね。そうですね、あれ毎日の積み重ねなの？もうもちろんそうです。だから授業で習ったことを実践し、うん、で実践してまた足りないことを知識で埋めていくことの繰り返しですね、うんうんうん、じゃあスパルタじゃないと標準はどのくらいなんですか？うん、ああ、それまあ大体一月半ぐらいですけど。それでもそんなもんなの？うん、あとはご自身がどれだけやるかなので、うん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 、やる人はだ僕卒業して大体なんか、うん、
メールくれるんですよ生徒が、今日いくら儲かりましたってお願いしてもないのに、もう嬉しいんですけど、大体その報告上がってくるのが大体1月後ぐらいなんで、へえ、1ヶ月では皆さん何かしら何か手がかりはつかめてるんじゃないですかね。素晴らしい、うん、いいね。でもな、嬉しいですよね。ありがたいですよ、結果を出してくれるとね、うんうんうん、教えてよかったなとか。だって別に誰にも言わないで自分でこそこそやってればいいだけの話でしょ。そうなんですよ。なんでまた人に教えてあげようと思ったんですか。いや、投資ある人って寂しいんですよ、だから人と関わらないからそっかそっか、そうそう、儲けても喜ばれないし、うん、損しても悲しまれないから、うん、あ、そういうことか。誰かに聞いてほしいんですよこれ。あ、そうかそうか。じゃあ仲間と共有することでもうみんなで盛り上がるみたいなのが目的でっていうか。そうそうそうなんですよ。へー、だからある意味つまらないところもありますよ正直。あの、楽しい楽しくないじゃなくて、つまんないこともありますよ。まあそりゃそうでしょうね。そうそうそう、儲かる儲からないじゃなくてね。うん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 、うん、そこはちょっとお仕事と違うとこかな。うん、ビジネスの場合は、うん、まあ、お客さんがもう商品買ってくれて喜んでくれて、うん、私ももう買ってっていう循環あると思うんですけど、うんうん、はい、投資の場合は喜んでも損することあるし、うん、儲かっても楽しくないことありますんで。そうなの。ありますあります。だってもうあともうなんか機械的にやっていくしかないので、稼ぐためには。そっか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 。ある意味アルバイトみたいなもんですよ。そういうことか。うん、あ、じゃあ捉え方ですね。うんうんうん、そうそう。なので、まあ、精神的にこう満たされるんだったら、うん、まあ、やっぱりお仕事の方がビジネスの方がまあいいので、うん、僕は両方やられる方がいいのかなと思いますけど、うん、ね、うん、投資もビジネスも。じゃあもう投資一本で行くんじゃなくてみたいなね、うん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 、お仕事しながらね、うんうんうん、へえ、でもなかなか興味のあるこのトレード学院なんですが、まあ、詳しいことはねまたちょっと後半でお聞きしたいと思います。熟女に役立つ情報を毎回ゲストを迎えておしゃべりする熟女のための番組、熟女 YouTuber 村田優子の優子の部屋44回目、今日のゲストはあのシステム経営コンサルタントの親川正明さんです。もう後半戦になるんですけど、合同会社ミリオンズで今やってるこの投資のお話を前半聞きました、はい、あともう一つ気になるのがこの経営コンサルの部分なんですけど、はいはい、まあ、今までのこの投資と同じように、はい、これもやっぱり自分の経営のスタイルが元でっていうか、うんうん、こういったことで成功もあり失敗もありっていうのをうまく生かされてる。そうですね。なんかあの僕がそのまあいろいろ実験してですね、安定してくるとなんか毎回同じことをやってることに気がついたんですよ、うん、まあそのプロセス、ビジネスプロセスっていうのがあって、うん、まあ、単純に、まあ、コンセプトがあり、商品作って集客して販売して、うん、でお金をいただき、うん、まあ、あとリピートしてもらってっていう、うんうんうん、だその一連の流れを全部図に落としていったら、あ、誰でも使えるなと思って。そうか、案外気づきそうで気づかない部分ですよね、うんうん、あ、そうですか、うん、で多分あの性格もあるのかもしれないですけど、はいはい、なんか分かります、それが流通の流れで当たり前みたいに捉えてるから、うんうんうん、いちいち書き出そうともしれないし、でそれでうまくいかなくなった時にどこが変化っていうことにも気がつかないんですよ。あ、これが一連の流れになってる頭の中では。なるほどなるほど。と違うところが、間違ったところは外にあるっていう見方を、だからみんないろんな難民になっていくんだと思うんですよ、うんうんうん、あのセミナー難民になったりとか、うんうん、資格難民になったりとか、うんうんうん、そうか、私これでお客さん来ないのはこれが足りないからだ、じゃあ勉強に行っちゃおうみたいな、うんうんうん、で正しいことを入れて、ただその最初の流れの中にの一箇所にちょっと新しい色を加えただけの話なんですけど、それに気がついてこれ書き出してっていう中さんに教えてもらったので、そういうことかって。そしたらそこの途中が抜けている一個でも掛け算の話もしてくれたじゃないですか。そうですね。で、あれもあの全然よくわかんないと思うんで、ゼロかけたらゼロになりますよね。そう、掛け算は、うん、どんなに100かけようが200かけようがどっかに一つでもゼロっていう数字が入ってしまうとゼロになっちゃ う, っていう、ね、そこにもあの、まあ、お話聞いて気がついたんですけど、それも自分で発見したじゃないけど、その、はい、いっぱい書いていった中で、うん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 、あーって思ったんですか。いや、
なんか自然と、いや逆に言えばなんでみんなつまずいてるのかなって思ったんですよ。なんで僕がこうできてるのに皆さんでき、まあ、もう本当になんか上から目線みたいになっちゃうけど、なぜ僕ができているかっていうことと、うん、じゃあできてない人がいるのはなぜかっていう2つを比較してみたんですね、うん、したらああなるほど、ここが僕はできてるけどできてない人はここはできてないんだとか、うんうんうん、あるいは 逆に言えばあのできてる僕よりもここはすごいのに、うん、なぜこの人は売り上げがないのかとかね、うんうん、まあ、そっちが強いかなとしか、うんうん、僕よりこの人はすごい方なのに、うん、なぜ、まあ、極論ですけど集客に困ってるのか、うん、お金に困ってるのか、うん、あるいは安定経営に困ってるのかっていうことを考えた結果、うん、掛け算だなと思ったんですよ。はあ、じゃあもうこのそういうのを生かしてあのそのお一人お一人 の、はい、あの見直しじゃないですけど、うん、どこが欠けてるかに気がついてくれるコンサルをしてくださるって感じなんですかね、うんうん、そうそう、なんで皆さん僕より素晴らしいのになんでもっと稼いでないのっていうのが不思議でしょうがなくて、そうでしょう、うん、本当ですよどうしたんですか皆さんねえっていう感じですよ。本当ですよね、はい、あでもそうですよね、はい、そうかそうか。でなんかねそういう人ほど自分の落ちてるものに気がつかないで、うんうん、あのできてると思ってることに執着してるので、うんうんうん、その本当にさっきも言いましたけど、うんうん、外しか見ようとしなくなるんでしょう。だからそれ気づかせてもらえるっていうのはすごいありがたい、うんうん、経営コンサルタントだと思う。ありがとうございます。でさっきも言いましたけど私なんかみたいな個人事業主だと経営コンサルってすごい遠い存在に感じるけど、あ、そうですか、はい、あの親しみやすい、ありがとうございます、入りやすい位置にいるので、はい、ぜひねあの塾女の皆さんは本当に多分若い頃からお店やってきた人なんか特に頭でっかちになってる頃なんで、あ、はい、なるほど、見直しですよね。あ、はいはいはい、そこをあの親川さんにお願いするのは私はおすすめでございます。ありがとうございます、はい、で親川さんのねその経営コンサル受けたいって場合にはどういう風にしたらいいんですかね。あ、はい、窓口は2つありまして、はい、1つは村田さんに直接連絡してくださいこれが1つ。ありがとうございます。であとはもう僕、はい、Facebook の方やってますんで、うん、親川正明、親川正明で検索していただくと出てきます。あの、はい、まあ、ただあのすいません、ちょ友達申請がやったらちょっと最近なんかびっくりするぐらい増えてて、うんうん、あのなんかただ興味本位でやってるのか本当に友達になるのかって、うん、なりたいのかっていうのがちょっと分からなくて今ちょっと保留にしてますんで、うんうん、もしあのご希望の方なんか本当に友達になりたい方のメッセージ一言でも、うん、こんにちはでもいいんでそう言っていただいて友達申請していただけると嬉しいです、うん、ということでございます。でも知ってます、最近メッセージってさ、うん、友達申請送ってからじゃないと、うん、あ、そうなんですか、メッセージ表示されなくなってるんですよ。あ、そうなんだからか、はい、そうなんですよ。だからメッセージ送りたい方もまずは友達申請送って友達になるを押してからメッセージ。あ、わかりました。じゃあ共通の友達に村田さんが入ってたら承認します。そうですね、じゃあまずは村田と友達になってみたいな、うん、そんな感じですよね、はい、あの最近 Facebook もいっぱい仕様が変わってきてるので、あ、そうですね、急に変わってますよね、ね、うんうん、ちょっとついていかれないところがあるんですけど、うんうん、まあ、こんな形でいろんな系にしてって今あの東京とかあちこち行ったり来たりもしてらっしゃる。そうですね、去年の9月から毎月やってますね今なんだかんだ。そうなんだ、これ向こうでも、うんうん、あのそのトレードの投資の方を教えてらっしゃる、はい、あ、そうですね、初めは東京側の方から、うん、ぜひこちらでも東京あの投資の話をしてくださいということで招待されて行ってたんですよね、うん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 、まあ、ところが、まあ、投資の話をしていながらその向こうでいろんな方と会ううちになぜかこう経営コンサルもお願いされることになり、うん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 、だからまあコンサル生もいてトレードあの投資の勉強生もいてみたいな感じになってます、うん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 、いいっすね、ありがとうございます、私も東京で仕事増やしたい。でもそういう感じでこう行くとあの新鮮じゃないですか、月1とかで行くとマイルも貯まるし。そうなんですよ、見ましたよ桜ラウンジ。ああ、そうですか、ありがとうございます。今何ですか、ダイヤモンド。あ、何がですか、何がですか。あのマイレージのランクみたいなのが。あ、僕いやとかじゃなくてクレジットカードで。そうそうそう、カードで入ってますね。あ、そうかそうか、うんうん、私はねあの以前しょっちゅう出張行ってる時が JAL しか使わなかったんで、はいはい、勝手にあの上がってくるんですよランクがですね、プレミアムなんちゃらこんちゃらって。あ、すごいすごい。で最初ルビーがいきなり送られてきた時になんだこれって、次が、うん、サファイアになって、その次がダイヤモンドで、その上がエグゼクティブダイヤモンドなんですけど、待遇が全然、全然違います。なるほど、うん、でももうあの
楽しかったですね。その頃は今も全然飛行機乗らなくなっちゃった、うんうん、マイルも倍で溜まっていくんですよ、うんうんうん、だからもうすぐあの東京往復なんか年間に何回かおマイルで行けるぐらい。すごいすごい、うん、いいですね。そうそうそう、結構良かったですよ、うんうんうん、であのそういうので行ってんのかなとか思いながら、うんうん、であのそういうラウンジはさ海外の、うんうん、成田の同じ桜ラウンジ使ったことあります？あ、わかんないですね。ディナー食べれます。わお、そうなん、シャワーも使えます。あ、いいですね。そうなんですよ。ぜひぜひ、はい、あのやってみてください。バーもできてるの。あ、いいですね。そう、だからもうご飯も食べれるし、うん、あら素敵って。私ご飯食べてからお茶だけ飲みに行ったんですけど、うんうん、あ、失敗したみたいな。そうそうそう、いろんなね、うん、ハワイの桜ラウンジも入りました。おー、いいですね、うん、お茶しか飲めないマフィンかなんかがあったかな。そんなぐらいでした。面白いですよね、うん、そういう風にね。まあそれはさておき、だからそういう出張があります、はい、逆に生徒さんが沖縄に来るってこともあるんですか？あ、でもみんな来たがってますね、やっぱり。じゃあ一回呼ばないと、うん、じゃあビーチパーティーでもしましょうかね、はい、あと向こうの人はビーチパーティーわからないですから。あ、そっか。そうそう、海でまさかバーベキューするなんてみんな思ってないんで、東京の人は。そうだよね、砂砂になるみたいなね。そう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 、あ、東京の皆さん来てくださいね、沖縄ね。いいと思いますよ、はい、バーベキューやりましょう、うん、楽しいですね、まあうん、でもこうそうやって今度またこっちの生徒さんと、うんうん、あっちの生徒さん頑張ってる者同士が会った時って、そうそうそう、うん、また何か違うものが生まれてきたりとかっていうのもあります、うんうん、だと思いますね。あとね、ね、あれが違いますよ、性別とかやっぱ年齢層とか。ああ、そうなんだ。沖縄は女性ばっかりです、僕の生徒。へえ、投資に関してですけど、うんうん、まあ、コンサルのクライアントもまあ女性ばっかりなんですけど、うん、ただ向こうに関してはみんな男性ばっかり、僕のクライアント。じゃあ合コンできるじゃないですか。あ、そうだ、あ、いいですねそれ、あ、なるほどなるほど。そうか、そういうのもありですね。あ、面白いですね。面白いですね。そうそうそう、なんでなんだろう。いや、全く分かんない。ただ間違いなくやるのは、うん、沖縄の女性はやっぱりその、うん、収入的にも大変な方も結構いるので、うんうんうん、頑張りとかやっぱり半端ないんですよ、うんうんうん、もう生きていくためにみたいな。わかります、それ。そうそうそう、うん、でも東京の女性の方はどっちかというとやっぱり教養とか、ね、お勉強したいからっていうことが多い感じするので。そっかそっか、うんうんうん、じゃあそれがこう地域性の違いみたいな。そうそう、違いですね、東京に関しては。へえ、うんうん、まあね、このラジオもユーストリームになってあっちこっちに流れたりとか YouTube に最終的に残るので全世界の方が見れると思うんですけど、はい、親川正明、東京だけじゃなく、はい、呼ばれたらどこでも行く。どこでも行きますよ。はい、はい、英語喋れないですけど外国行きますから、ね、いいと思います。でも結構ね、もう基礎の基礎っていうか、こんなことっていう、はい、でこのコンサルの期間みたいなのもあるんですか？いや、もうあれですよ、早い人は1ヶ月で卒業するし、うん、まあ、長い人は長いですけど、うんうん、なんか、まあ、その人が、まあ、僕の全部の、まあ、なんか僕から何か吸収できるものを吸収し終わるまでがコンサル期間なん で、うん、でそれはいつでも辞めてもいいし、いつ入ってもいいです。うーん、自由に出入りしてちょうだいっていう感じです。でもありがたいですよね、うん、だからなんか大概イメージ的にコンサルタントっていうと年契約で月にいくらでとか税理士さん抱えるような感覚っていうのになりがちなんだけど、うんうんうん、そうではないと。だから今の時代はクラウドって言って、うん、要は何でもレンタルする時代だと思うんですよね、はい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 、車にしてもそうだし、うんうん、極論 Excel とか Word って言ったオフィスっていうソフトも、うん、今はもうクラウドで月に900円とか1000円でレンタルする時代なので、僕もそういうレンタル型です。なんか必要な時使ってねって、必要なくなったらまた今度ねっていう感じです、うん、でもね、今それがニーズが多いっていうか、みんな、はい、うん、手軽にみたいなのはありがたいと。そうですね、まあね、いっぱい話してるといろいろ聞きたくて、さっきもなんだっけ、いろいろ話してる中で思ったのが、もうこれ最後に一つなんですけど、すごい発想がポンって出てくるじゃないですか。あ、そうですか。例えばこんなこんな、自分はこんなこんなやってますって言ったら、じゃあこれとこれと結びつけてこうなったら面白いんじゃないですかねっていうのが、たかだか10分間に5つぐらい出てきたんですよ。 ありがとうございます。だからやっぱその発想の転換になる、こうなんていうのかな、参考にしてるものみたいなのあります？例えば本をいっぱい読むとか。いや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 、うん、自分で自分を縛らないことですね。はい、多くの人はほとんど9割ぐらいそれですから、うまくいかないっていうか、次にいけない原因が縛ってる。そう、誰かに言われて、そう、うん、誰かに言われてとか、世間様がって自分で言ってるんですけど、それ、うん、世間様を気にしているのは自分なので。あ、そこか。そう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 。じゃあなんかもうこのやっぱり自分自身の
心のっていうか、そう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 、受け入れるっていうか飛び出そうとか、そういうのも全部自分だよっていう。そうそう、だから例えば、うん、極論月に100万稼ぎたい人がいる、今稼げてないって言ったら、稼いでもいいんだよって言って終わりなんですよこれ、うん、稼いでもいいですと、うん、自分でゴーサイン出せば自然とその向きに行くので、うん、そうか、じゃあ月収100万欲しいって言いながら稼いでいいって許可してないから稼げないだけど、そうそうそう、そう大体の人がそうだったらやればいいじゃんっていう、そうそう、だいたい僕のコンサルの最後はやればいいじゃんで終わるんですよ全部。まあそうだよね、そうそう、なんでやらないのっていう。まあそうだよね、そうそう、ただやり方が分からない時にちょっとアイデアを出してあげるだけで、うんうんうん、うん、そうか、もうこれさ、これ以上話すとコンサルラジオ番組になっちゃう一応こんな形のね面白い自分ですね、いいこと聞いちゃいました。で、親川さんが気になる方はぜひ Facebook の方でメッセージを友達申請よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆうこの部屋の今日のゲストもまだ喋っていただきたいんですけど、一応ね一回ここでゲストコーナーは終了します。この後に番組最後までぜひ